服、王子様の服をプレゼントしました。いつもあり似合わねー。ほいー、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。あ、そっかそっかそっか。これあれよね、前回スメン買ったんよね。え、確かもうマンションね、一人空いたはずやけん。よし、今回は住めるはず。一人暮らしさせましょう。はい。そうですよね。それがいいと思って今なりた。ER をあやら島の住人として正式に登録します。OK。OK。今日からお世話になります。どうもどうも。ER はあやら島の住人になりました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これももらってください。まあ、この辺はサクッと割愛しまして。サクッと。もうない？なんかハートマークある気がするよ。ほら、来たほら、来たよ。誰？なんか喧嘩してたんだけど、あ、その、ライチちゃん。ふんふんふん。ってことは子供かな？ね。子供ですね。ライチとナイマンの間に子供がいたらと想像したりします。いいと思うよ。ですよね。レベルアップ。それじゃあ、もうだいぶ渡してるな。チェックのワンピースどうぞ。服、チェックのワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。大地からのお返しです。なんでしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。めちゃくちゃもらう。実用品、フライパンをもらいました。ありがとう。ペッカナは憎めないやつです。ペッカナさん、仲いいんすか？超楽しい。まあ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 。うんうん。いいことだ。はい、それじゃあ、枝豆でも、どうぞ。いただきます。どうすか？まあまあ美味しかった。あ、よかったよかった。せっかくだから、遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、スタートー。そっか、一人か。一人か。目玉焼きです。目玉焼き。マナリです。マナリさん。お、やったね。オレンジジュースです。コスメです。これで一応半分は終わった。目玉焼きです。目玉焼き。あいおです。あいおくん。オレンジジュースです。オレンジジュース。コスメです。あ、違った。全然違った。オレンジジュース。オレンジジュース。コインメです。めっちゃ合ってる気満々やったんやけど今。はず。クリームシチュー。イエーイ、やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、つづらをもらいました。ありがとう。つづらからつづら。え、なんかハートマークまた増えたよ。ケンくんも子供だね。なんでもないです。ベビーラッシュだな。本当にベビーラッシュだな、めっちゃ。私とリンの間に子供がいたらと想像したりします。うんうん、いいと思うよ。ですよね。
お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。いったたちと一緒に海外旅行に行く計画を立ててます。ふんふんふん。いいやんいいやん。それはどういうメンバーで、あれかな。いったくんも奥さんおったよね。ってことは家族ぐるみでって感じかな。はい、鮎の塩焼きどうぞ。いただきます。そういうの楽しそうよね。ちょっと大人になってもそういうのいいと思う。結構美味しかった。よかったよかった。はい、そして。じゃあ次回また二組子供ができるんか。素晴らしいっすね。あとは、モーラね。そう。アスナがなんか喧嘩しとったよね、誰かと。誰ですか誰ですか、入るよ。ぬぬぬ。どうした、あゆゆんと喧嘩しました。ふんふんふん。あらがたします。あゆゆんさん。仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。まあ、ここはね、宇宙食で踊っていただこうか。宇宙食どうぞ。いただきます。うんうん。どうすか。来た来た。どんな美味しい宇宙食なんやろうね。あんまりこう宇宙食とか美味しそうな感じはせんねえけどな。気分が落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。やっぱり通常とはね、形状とかもいろいろ違うんやろうし。なんか友達マークもいっぱいあったよね。あれ全部喧嘩かな。やだな。この間はごめんなさい。許してあげて。どうすか？こちらこそごめんなさい。よかったよかった。うんうんうん。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったです。お、レベルアップ。あ、もうレベル66なんや。結構やね。王子様の服どうぞ。服、王子様の服をプレゼントしました。いつもありがとうございます。似合わねー。私からのお返しです。似合わねー。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。辛いことがあっても、明日がいれば乗り越えられそうです。ふえー、いいこと言うね。仲良しなんすね。おー、ここも喧嘩だな、部屋隣。台湾さん、入ります。私、珍しく怒ってます。んー、そんなに珍しくもないと思うよ。人間と喧嘩しました。おー、リミちゃん。あらがたします。まあ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 、仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。とりあえず大好物とかがなんもないけん、アイスクリーム。どうぞ。どうすか、結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。あっという間に落ち着いたね。仲直りしてこようと思います。最近さ、季節を問わずなんか、アイスコーナーアイスめっちゃ満タンにあるよね。しかもどの季節もめちゃくちゃ美味しそう。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。よし、レベルアップ。でも、太陽さんも割とね、初期からおるけど、アスムとまただいぶレベルが違うんだな。はい、短パンランニング。どうぞ。服、短パンランニングをプレゼントしました。
つもありがとうございます。いやなんかここ最近さ、暑い日はめちゃくちゃ暑いし、寒い日めちゃくちゃ寒いしさ、なんか全く安定せんくない？どうした季節？お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。全然さ、服装が難しいんやけど。毎日毎日。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。出かける前っていうか、とりあえずもう起きた時にさ、昼間出かけるとしたら、みたいな。1時間ごとの、天気と気温みたいなやつ見よるけどさ、今日一日寒くないっていう人、今日一日めっちゃ暑いなって、この間さ、あれよ、なんか京都で31度超えたみたいな、みたいなけど。やばくない？めちゃくちゃなんか半袖で人歩きよったよ。やのに今日急にめちゃくちゃ凍えるけんね。やばいやばい。全然冬物のコートしまえんねえけど。いやまあ真冬ほど分厚いのは着んけど、でもやっぱりなんかね、秋から冬にかけてぐらいのコートはまだ出しとるよね。3組目か。あずささん、入ります。どうした？のりちゃん、仲直りしてください。また特に何もないけん、アンパンとかはどうすかね。どうぞどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。うんうん。待って。間違えた間違えた。もう飲み物ぐらいしか入らん気がするな。じゃ、とりあえずオレンジジュースでも、どうぞ。落ち着きますかね。まあまあかい。ということは、まあこっちの道具で、オルゴールで気持ちを落ち着かせよう。どうぞどうぞ。さあもうこれでめちゃくちゃ落ち着いてくれたはず。すごい穏やかな笑顔やもん。穏やかな気持ちになりますね。ふんふん。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるかしら、ここも。この間はごめんなさい。許しません。え？え？マジで？許されんかったー。クソー、全部うまくいくかと思ったのに。え、3組よね、今回。3組中1組はダメやったか。時間が解決するのを待つしかないっすね。え、もうないやろ？ないね、よかったよかった。くそ、全部完璧にはいかんかったか。はい、それじゃあ、ちょっとみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、これはカメラマンか。なるほど、なるほど。で、ちょっとミーニュースを見てこう。4時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユラ島の近海に沈む沈没船、カナベニセイ号から、カナベニセイ号が引き上げられました。今回発見されたのは、17世紀に製造された、ブーブークッションです。そんな昔からあるのね、ブーブークッション。ブーブークッションの専門家、PR 氏によると、ブーブークッションの専門家とは。されていたため、保存状態は良い。ただし、少し魚にかじられているので、価値は約600円くらいだろう、とのことです。でも、約600円もあるんや、価値。この品は出ていますってことですね。うん、そういうことだと思う。信じられないことにしています。
まあ確かにね、はい、のちのみニュース嘘くさいニュースではあるけども、おお、何、誰誰誰、ちょっとすみません、はいはい、どうしても仕方の占い屋なんでくれないのですが、おー、若干成長している、千葉太郎の子守り引き受けましょう。ありがとうございます。横におる猫が一緒に遊んでくれるんやない。あずまのそっくりさんだよ。いないいない。ば。いないいない。一瞬。ば。いないいない。ば。もうあの一回目だけか。もう騙されんか。よし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 。よし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 、めっちゃ嫌がるやん、超絶嫌がるやん、ちょっと猫を撫でてみたりとかそっちまでは手がいかんかった。どういうことだよ、ほらほら落ち着けって、落ち着きな落ち着きな、あ落ち着いてくれたかも、お今のここやな、ポイント。よしよしよし。うん。そこ。やった久々に。うんうん。よかったよかった。ちょっとあれやね、眉間あたりやったね。実用品、フライパンをもらいました。ありがとう。久々に子守が成功して気分が良いよはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これでまた次回、二組ぐらい子供が生まれる。で、さっきの千葉太郎くんが完全に成長するんかな？いやー、子供が次々だね。多いわ。全然把握しきれないわ。